分子時計とは、生物間の分子的な違いを比較し、進化過程で分岐した年代を推定したものの仮説。分子進化時計とも呼ばれることがある。もともと、様々な生物は、進化によって分かれてきたものと考えられてきたが、その分岐がいつ頃起こったものかを推定する方法は、なかった。化石による推定は行われたが、発掘された化石が、 どの程度古いかの判断は、その化石の地層から判断される。地層による年代判定は、誤差が大きく、炭素14を用いた、年代測定も6万年前程度が、理論的限界である。このため、発見された場所が遠く離れたところにある化石同士が、どちらが古いかを判断することは、常に古生物学上の論争の種となっていた。また、 そもそも化石からのみで生物の進化系譜を構築することは非常に困難であった。また、化石に残らない生物はその進化系譜を推定すること自体が困難であった。そこで、生物を構成する分子構造の差から進化の系譜を模索する研究が始まった。1955年頃からアメリカのライナス・ポーリングとエミール・ズッカー・カンドルは ヘモグロビンのアルフー差を構成するアミノ酸に注目した。ヘモグロビンアルフー差は141個のアミノ酸からなることが知られていた。また、動物により配列が異なることから、ポーリングラはいろいろな動物間でこのアミノ酸の配列の異なる個数を調べたところ以下の結果を得た。生物の類縁度が高いほどアミノ酸の配列が異なる個数は少なくなることが分かった。 これ以外にもいろいろな動物間のアミノ酸の配列の違いを測定。さらに、化石上で、すでに分岐時期が判明しているものとの相関関係を取ると、アミノ酸アルファーサの配列の差と分岐時期に直線関係があることが分かった。これらのことから、アミノ酸配列の突然変異が常に一定速度で発生すると仮定すると、生物間の分子構造の違いと、 分子構造の時間あたりの変化量から進化系譜が構築できるのではないかという考えが生まれた。1962年、ポーリングラはこれを分子時計と名付けた。この分子時計の考え方は木村元の中立進化説などに大きな影響を与えた。1967年、ビンセント・サリッチとアラン・ウィルソンらは分子時計の拡張を考える。 彼らは人、ゴリラ、チンパンジー、オランウータン、テナガザルの抗原タンパク質などから、その変異を調べた。彼らは、比較する2種類の生物の DNA 差を混ぜた、ハイブリッド DNA を作り、このハイブリッド DNA の熱的安定性を調べる、ことで、DNA の塩基配列の差を調べるという手法を、取った。彼らは、この実験により得られたデータから年代等の、 相関関係を求め、分子時計を作った。これによると、類人猿系列からテナガルが分岐したのが1100万年前から1300万年前、オラヌータンが分岐したのが900万年前から1100万年前、人がチンパンジーやゴリラと分岐したのが400万年前から500万年前ということになった。このデータは大きな議論を起こした。それまでは、 ルイジンザルと人との分岐は1400万年前くらいに生息していたと考えられていたラマピテクスであったというのが主流の考えであったからである。この後遺伝子の研究が進み、また遺伝子解析方法も高度化していくにつれ分子時計も更新されていった。新しい分子時計が示す結果もサリッチラの研究を裏付けていくデータとなった。 1981年、イギリスのフレデリック・サンガーラが初めて人のミトコンドリア DNA の全配列の解読を終え、これから求められた人とチンパンジーの分岐年代も400万年、全程度であった。一方で、ラマピテクスはオランウータンの祖先に近いことがこの頃判明し、人の分岐が400万年前から500万年前に起きたという説が有力となった。 1987年、アメリカのアラン・ウィルソンらはさらに、ヨーロッパ、アフリカ、アジア、オーストラリア、アメリカの147人のミトコンドリア DNA を使って調査を行った結果を公表した。それは、すべて14万年前から29万年前のアフリカにいた女性の子孫であるという衝撃的なものであった。これは、アフリカ人同士の配列が一番遠く。 アフリカから離れるにつれて配列が近くなっていくことから分かったものである。これにより、人はアフリカで発生し、世界各地に進出していったという仮説が提唱された。従来、人の発生に関して、ある場所で発生し世界中に進出していったとする人類核三説と、世界各地で同時期に発生したとする多地域発生説との論争があった。 この分子時計を利用したミトコンドリア DNA に関する仮説により人類拡散説を有力とする向きが増えた。これにより、ダーウィン以降すでに提唱されていた人類のアフリカ起源を裏付けるものとなった。また、人類の共通の祖先である女性のことをミトコンドリアイブと呼ぶようになった。この女性はアフリカにいたと考えられている。1991年。 ウルフ・ギレン・ステーナは、ミトコンドリア DNA に、不形由来のものがあることを発見した。これによると、分子時計は、さらに早く進むことになる。1997年、スバンテペイボラが世界で初めて、ネアンデルタ・ール人のミトコンドリア DNA の解析に、成功。これによると、人とネアンデルタ・ール人との分岐は60万年前と、推定された。 一方で、生物によって、ミトコンドリア DNA の塩基地換速度が異なる、ことがすでにわかっている。また、どの時代においても、塩基地換速度が一定に推移したのかも、大きな疑問として残っている。これらを踏まえ、分子時計の正確さに疑問を持つ声もある。少なくとも、早い変化率を示す分子が、 より過去において遅い変化率を示す例が知られ、指数関数的な構成について述べられている。ありがとうございます。